木の樹木の伐採をするための準備を今日からやるということになると思いますが、しかし私たちの行動は今日が初日ですから、準備行為も含めて樹木の伐採という認識で今日をこういう行動に入りました。30年50年かかって育った木なんですよ。一旦切ってしまえばね、元には戻りません。で、あの大きな木、あれが契約の木が移植されてきた木なんですよ。らして移植される木は立ち上がってやる森は至っている。やっぱりこの公園はこの地域にとってみたらもう憩いとね、あの命を守ってくれるっていうそういう公園だっていうふうに、あの今まであんまり気づいてなかったんだけど、あのこういうスポーツ公園みたいにしちゃうって聞いた時にね、あの初めて気がつきました。平和の森公園なので穏やかに、そしてあの言葉で分かってもらえるようなそういう運動にねしていきたいなと思います。もう続けていきます。私のテーマはね、あの泣くというテーマなんです。泣くというのはあの、ね、いじめられてワンワン泣くのも泣くですけれど、口が2つと犬と書いて泣く、これはとっても悲しい時にあの使う泣くなんですね。私が今一番悲しいのはこの公園の中にある木が切られるっていうことがもう本当に悲しくて悲しくて、切られそうな木々たちをかわいそうに、まずともかくこれだけ広い草地広場があって、しかもこれだけの樹木があって、誰でもどこでもいつでも遊んで楽しむことができる公園、それから樹木のおかげで、夏場でいうと約3度から4度の温度が低くなる、そうすると本当に真夏でも憩いの場になるということがやっぱり、魅力としてありまして、そして年代的にも赤ちゃんからお年寄りまで全ての年代が楽しむことができる、こういう公園として大事な公園だなというふうに思っています、はい。あの住民監査請求を出して、それが、まあ、中野区で却下をされた場合は、住民監査請求を出した者だけがその住民訴訟する権利を持つということなので、これを行使して、そうすると今度は訴訟になりますから、東京地方裁判所に訴えるということになると、訴える被告人がいるわけで、これはもう明確に田中区長が被告人になりますから、つまり田中区長を相手取って正々堂々と裁判を通してやり合うと、こういう場面で進めていくということになりますし、それから当然地方裁判所の、まあ、裁判長に宛てた署名もたくさん集めて、公正な裁判を要望するということになりますから、この署名運動もこれから大々的に展開をするということになると、運動としてはまだまだやることがたくさん出てくると思います。